はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。今週発売されるパッケージゲームをサイトでチェック。今回チェックするのは星のカービィディスカバリーです。ということでね、星のカービィシリーズっていうとやっぱり一番メインは 2D アクションで、まあ 3D 前線になっても割とこう 3D ビジュアルだけど 2D 的表現、もしくはこう2.5 とかわかんないけど、こう奥行き方向行って戻ってくるとかね、なんかそういうものが多くて、まあ、64の時ぐらいにちょっとこう奥行き方向移動できるけど 2D じゃないな、奥行き方向移動できるような 3D っぽいものも出てたり、あとあれか、あのカービィファイターズ的なやつはね、こう 3D 的なマップで戦ったりしてるけども、本編で割とこうがっつり 3D やってるのは今回初なのかな。まあレースとかもね別にしてね。はい。ということで、サイトをね早速見ていこうと思います。ということでこちら。星のカービィディスカバリー。ディスカバリーって付け方ついてる時点でもう、あの、ね、今までのこうナンバリングとかあんまりないんだけど、カービィって大体1、2、3ぐらいしかナンバリングないんだけど、まあその延長線上のものとはまた違うなというね、印象はあるかと思います。で、2022年3月25日発売と。体験版配信中のようですね。はい。で、ムービー。どんなムービーなんだろう。いっぱいあるじゃん。じゃあ、紹介映像。あ、これ長いわ。長いわ。じゃあ、ファーストトレーラーぐらいを見るとちょうどいいのかな。あ、このぐらいがちょうどいいかもしれません。はい。でも、カービィっていうと結構あの、シチュエーションでは結構悲壮感のあるね、あのゲーム内容は多いんだけど、なんかこう、取り戻さなきゃいけないとかあるんだけど、ただ結構ステージの雰囲気は明るいものが多いんだけど、今回のこの 3D マップは結構こう、なんか、あのちょっと荒廃した世界なんですよね。今までいろんなとこで見てる感じだと、ちょっとね、その人がいなくて寂しいみたいな、そういう感じじゃなくて、なんか結構こう瓦礫があるみたいなね、あんまりこうカービィ的な世界観では見なかったところが多いかな。でもカービィだと多分このカービィの星の中にいる世界観が多かったのかな、かもしれないんで、だから多分ディスカバリーだからどっか行っちゃったってことなんですよね。うん、だからあのほら、人類の皆様へだっけ、あの秋葉原のねああいうのに近いのかな、うん、もしかしたらラストオブアスとかね、あれも結構荒廃してこう人がいない中でゾンビうろうろとかってね、こう結構緑生えてたりしてたけども、ああいう、まあ、ちょっとキャラクター的なビジュアルはいつもと一緒なんだけども、ちょっと街並みの寂しさっていうか、その、なんだろうな。やっぱちょっとこう、廃墟的な雰囲気がちょっとありますよね。うん、いや結構ね、気にしてるのは、カービィって割とこう、とりあえずクリアを目指すんだったらそこまで難しくないんだけど、うまくやろうとするとっていう感じの作りのね、ゲームの印象があって、 3D で自由に移動できるようになると、そこがどうやってこうプレイヤーになんかうまくなった感を出せるのかなっていうのが気になってはいるんですけど、ね、カービィってやっぱ初心者向けの印象すごい強いので、まあ、そこら辺がね、こううまくなってる、うまくできてるかどうかっていうのはとにかく気になっています。はい。まあこれ最初のね、ムービーだからあんまりこう、あんまり、ね、本当はもっとすごいんだぜってところは、まあ、あると思うんだけど、はい。ということで、これなんだっけ、トップに戻っていいのかな。もうこれはいいや。で、ムービーは見たし、はい。自在に動き回って大冒険。舞台は、文明と自然が融合した未知なる新世界。吸って吐いて飛んでコピーして、カービィおなじみのアクションが 3D に、冒険の舞台を覗く。取り除くじゃなくてね、見るっていう意味ですからね。はい。ということで、冒険の舞台。文明と自然が融合した新世界に迷い込んだカービィ。
謎に包まれた、敵ビースト軍団にさらわれたワドルディを助けるため、カービィは、新世界で出会った不思議な子エフィリンと共に、冒険の旅へ。これがなんか誘導してくれるのかな。で、自由自在に動き回って大冒険。結構すごいね。気持ちよさそうだね。奥行きのある 3D ステージを舞台に、カービィおなじみのアクション、吸い込み吐き出しコピー能力の技を360度好きな方向へ自由に繰り出せます。ステージを隅々まで探索しながら、ゴール地点に囚われているワドルディの救出を目指します。なんかソニックの動物的なポジションになっちゃってんだね。で、登場するキャラクターたち、カービィ。まあね、カービィだけじゃ、これがエフィリンか。カービィが新世界で出会った不思議な子、ビースト軍団にさらわれたワドルディを助けるために、カービィと共に冒険の旅へ出る。あれかな？なんかこれかじられてんのかな？耳。こっちか。ね、星のカービィ2とか3の時のね、ほら、仲間が増えてたけど、彼らはナンバリング以外だと出てこな、あんまり出てこなくなっちゃったってあるけど、そういうサブキャラの扱いなのかな。まあ、ゲストキャラだよね。あれ、そういうの、ケイトのカービィとかってなんか単独で、今まで出てこなかったやつが 2P キャラになってましたよね。だからまあ、そういう意味では、まあ、今後、こう、絡んでくるかわかんないゲストキャラなのかな。位置づけとしては。で、ワドルディ。ワドルディはなんか雑魚キャラのイメージが強いんだけど。カービィと共に新世界に迷い込む大暴れのビースト軍団にさらわれたり、食べ物を奪われたりして困っている。まあ、そうか、マリオでいうとこのキノピオ的ポジションになってるのかもしれない。とりあえず数がいるから色々とこう使い勝手が良さそうだね。はい。で、ビースト軍団。新世界に住む謎に包まれた、敵。次々とワドルディたちをさらっていくが、その目的とは？で、メタナイト。孤高の剣士も新世界にたどり着いたようだ。とある場所でカービィと剣を交えることに。まあ、彼は戦うんだね。で、いたいた。やっぱりデデデ大王もいると。おなじみの自称大王も新世界に何やらいつもと様子が違うみたい。これは、あれだね。クッパがやっぱりこう 3D のゲームになって結構こう豪華なね。いでたちになるのと同じような感じなのかなという。でも、だいたい、デデデ大王って大体、こう、中間キャラですよね。中間ぐらいのボスキャラで、で、後半は仲間になってたりとか、なんかそういうシチュエーションが多いから、今回もそんな感じなんじゃないかな。はい。で、コピー能力。コピー能力が進化で、パワーアップ。コピー能力って、敵を吸い込んで、能力をコピー。コピー能力が進化すると、今のムービーじゃん。どういうこと？コピー能力、これコピー能力が進化したの？ん？操作が簡単か難しいかってところですよね。敵の、星の弾丸きらめくショット、新コピー能力、レンジャーが、進化、ノーブルレンジャー、両手に持って、連発ショット。これってさ、なんかこう、ネイティブアメリカン的なイメージじゃないよね、これ。よくわかんないんだけど。大丈夫なんだよね。ん？でもなんとなくセーブ劇的なニュアンスがなんかある気が、どっちだっていう気のせいかな。まあまあ、はいはい。あれ、これなんで出てないの？これ、あれ出てた。これか。レンジャードリルが新登場で、ファイヤー、アイス、カッター、ソード、ボム、ニードル、ハンマー、トルネード、スリープ&クラッシュ。まあまあまあ、はい。で、さらなる進化も。ってことで、ドラゴニックファイヤー、クリスタルニードル、フルメタルカッター、ブリザードアイス。まあいろいろ、よくわかんないけど、いろいろあります。あ、基
基本はあれですよね、 2D から 3D に持ってってどうかっていうよりは 3D でこううまくね簡単に操作できて分かりやすいのがいろいろあるといいですよね。で、頬張り変形、あ、これそうそうそう、これがポイントですよね。未知なる世界に散らばるアイテムを頬張ることでカービィが変形、頬張るものによって様々なアクションが可能に。あ、だから毛糸のカービィとかってステージ途中でこう毛糸巻き取られてなんかこうなんかでかいものになってこうね、あのちょっと特殊なアクションするやつとかあったけど、ああいうノリなのかな。うん、でも車も多分飲み込んでごっくんしちゃうけど、まあここの世界ではこういうのを飲み込むといろいろできるんだろうね。頬張り、え、車頬張り、ちょっとあれだよね、あれを口に入れるとちょっとなんかあの健康に悪そうだよね、車ね。ちょっと錆びてそうだし、錆びがいいのね、錆びが体にいいのかもしれないね、わかんないけど。ということでね、で、とんがりヘッドで打ち砕く三角フォーマル、なるほど。ああ、そういう分かりやすい感じになってるね。でも縮尺がおかしい気がするんだよね、車との縮尺が。まあいいや。突風を巻き起こして敵を蹴散らす、輪っか頬張り、何をするんだ。ああ、蛇腹的になっててこう膨らんで、あれ空気を吸い込んでるのか分かんない。ああなるほどね、これはまたちょっと結構奥行きのある作りになってるね。缶ジュースを、発射して攻撃、自販機頬張り、これもよく分かんないなんで自転車自販機なのかっていうね。多分なんか発射できればよかったのかな。うん、で、電球頬張り。これは明るくなる。でも電球頬張っても明るくならないよね。カービィが電池の役割してるってこと？うん、まあ多少強引さが見えたけど、でもまあ多分カービィ自体が光って、でビジュアル的に可愛いキャラクターになるのはこんな感じだったのかな。わかりやすいっちゃわかりやすいからね。うん、で、風を受けて滑空飛行、スピン突進で、敵にアタック、アーチ頬張り。これは何なんだろうな、アーチ頬張りって。どういうこと？ちょっと待って、え、あ、アーチか。アーチを頬張ってる。魔法の絨毯的な感じじゃないんだ。でも、あのアーチか。まあ、でも空を飛ぶっていう意味では。なるほど。かなり考えてね、こう、やってますよね。まあ、それは当然なんだけども。すごいな。で、口から水を発射してきれいに、周りをきれいに。水風船頬張り、これすごいな、すごいな。そんなにいっぱい頬張ってたかってぐらい出るね。まあゲーム、この辺はもうゲームだよね。汚れを取るみたいな役割もあるのか。恐ろしいな、なんか 3D でここまでもうなんか言い方悪いかもしれないけど、こう、あの、ゼルダにおけるね、あの、なんだっけ、ブレスオブザワイルドに匹敵するような感じになってないかい？これ。まあ基本は多分ステージアクション的、ステージクリア的な作りになってると思うんだけど、なんかすげえなぁ。頬張り変形はこの他にもってことですね。で、ワドルディの街。ワドルティの街って言ったって、ワドルティたちと街づくり。冒険の拠点となるワドルティの街。さらわれたワドルティたちを助けることで、施設が増え、街はどんどん発展していきます。
いや、彼ら帰らないのかい。彼ら帰らないのかよ。ああ、そういうことか。これでいろいろ見れるのか。あ、違う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 、
ルティシアター、これがワドルティシアターだ。で、これがコロシアム。で、これがこれか。これがカービーハウス。あとはこれがワドルティカフェ、さすがですか。ワドルティの武器屋。で、これがモノシリワドルティ。ワドルティ、モノシリワドルティは冒険の役立ち情報を教えてくれます。またインターネットに接続すれば人気のコピー能力など、世界中のプレイヤーの情報を知ることもできます。これをやるには任天堂スイッチオンラインが必要なの。なんでだろう。なんでだろう。まあ、そういう機能も入れてくってことか、任天堂スイッチオンラインに。あ、これで見ればよかったのか。これで見るんだったね、こうやってね。カフェ、コロシアム、シアター、カービーハウス、ガチャルポン、お届けワドルティ、ワドルビン。まあまあ、まあ普通にいて拠点から行くタイプのアクションゲームだったら、まあやりがちなんだけど、でもワドルティはこの世界に住み着く機会。で、街で遊べるサブゲーム、お客様の注文に素早く応えて、働くワドルティカフェ。っていうか、この辺、悲壮感ないんだよね。連続で釣り上げろ。ドキドキ、刹那の釣り堀。まあ、刹那だけちょっと切ないんだよね。よくわかんないけど、はい。で、玉を転がし、ゴールを目指す。コロコロ、玉、コロ、カービィ。コロコロ、カービィでいいけど、コロコロ、カービィだと都合が悪いのかな。で、あと、こんなもん、こんなもんか。で、ムービー、あ、ムービーはいいんだ。ムービーはもう見たからいいです。ムービーはもう見たからいいです。ということで、トップに戻って、スペック、スペック。見たんだよね、全体的に。ソードが、あ、これ、進化するコピーね、はい。頬張り変形見たね。はい。で、押すだけで2人プレイができると。まあ、もっと見なくていいんだ。はい。あれ？戻ってた。ということで、こんな感じかな。星のカービィディスカバリーが、発売日が2022年3月25日。パッケージ版が6578円税込みで、ダウンロード版が6500円税込み。ということは、商品情報。ということで、まあ、一応二人用とかあるんだよね。で、パッケージ版で、そうね。やっぱ、さっき言っちゃったけど、見た感じも、僕の中では、もう、これは、星の、ゼルダの伝説における、ブレスオブザワイルドに匹敵する、こう、作り込みになってる感があるけど、まあ、多分、ステージクリアタイプのアクションゲームで、普通にこう、ね、ワドルティの街が充実していってっていう、まあ、割とこう、オーソドックススタイルになってるけど、多分、こう、初心者向けにね、子供向けにこう分かりやすい作りになってて奥深いものになってる感がすごい感じました。だからいろいろある要素がこうごちゃごちゃしすぎて難しくなってなければいいなっていう感じがするのでね。これは僕も早めにプレイしてみたいなと思いました。はい。ということでこの動画が役に立った方はグッドの評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、サキカンでした。